農学部の学生の皆さん、こんにちは。農学部長の村山秀樹です。皆さんは若いので遠隔授業にも慣れ、勉強のリズムも出てきたのではないでしょうか。その点は心配していません。ですが新入生の皆さん、友達ができる前に遠隔授業が始まり、一人で孤立してないか心配しています。不安なことがあったらアドバイザー教員に連絡してください。2年生以上の皆さん、実験実習、卒業論文の研究ができなくて不安に思っていませんか。心配はいりません。今できることを確実にやりましょう。そしてもう一つ、皆さんには時間がたくさんあるはずです。普段できなかったことを新たなことにチャレンジしてください。今できることを確実に、それから新たなことにチャレンジ、この2つをキーワードにポジティブシンキングで頑張りましょう。